長江は、言わずと知れた中国一の大河揚子江のことです。5000年と称される。中国史の中では幾度となく、この流域で戦いが起こり、覇権をめぐった争いが展開されてきました。もちろん、揚子江はそれだけではありません。有名な史跡と合わせて、観光地も数多く存在し、中国にとっては、外貨を稼ぐ手段の一つともなっていると思われます。日本人にも大人気の三国志ですが、その中で最も有名な戦いは、赤壁の戦いではないでしょうか。この戦いを題材にして、2008年と2009年の2年にわたり公開されたレッドクリフという映画は大ヒット作となりましたね。恋愛の色濃い映画でしたが、100億円を超える興行収入があったとか。この戦いの舞台である赤壁も長江沿いにありました。その揚子江河口にアメリカの駆逐艦が接近という事実は、中国にどれほどの衝撃を与えたことでしょう。今回はこの事案について詳しく紹介したいと思います。尖閣諸島や台湾など中国の視線は海洋に向けられているようですが、実は陸も油断大敵なんですよね。背後にいるロシアという北方の巨人を忘れていませんか?と尋ねたくはなるのですが、今はロシアのことは、そじようにのせないことにします。アメリカ駆逐艦長江に接近のニュースソースは、韓国の新聞でした。韓国中央日報の記事には、2021年、4月3日、北京大学慶応研究女子館のシンクタンク南海戦略体制監視計画、スクピが、アメリカ海軍第7艦隊所属のアーレイ・バーク級駆逐艦マスティン、DDG-89 の航跡図を分析、公開し、長江河口付近に接近して、武力示威を行ったと報道しました。スクピの調べによると、このマスティン駆逐艦は、横須賀を3月27日出港後、東シナ海に入り、上海東の沖合 250km で南下し、長江河口にある船山群島の東側 50km の近距離まで接近した後、通過していったということです。実は、この日、アモイでは、中国と韓国の外相会談が開かれていました。内容は、もろちん不明ですが、おそらく、北朝鮮問題などについて話し合いが、行われたとみられます。アメリカ海軍の動きの目的ですが、アメリカと韓国の同盟関係に日々を入れようとしている昨今の中国の動きを牽制すると同時に、中国の恫喝にビビった韓国が相手の手に乗らないようにという意味もあったのではないかと推測されています。アメリカの動きに中国は素早く対応しました。同日、空母遼寧を含む6隻の艦隊を沖縄本島と宮古島の間にある宮古海峡を通過させて西太平洋に進出させたのです。この辺りの機動力の速さはすごいと思わざるを得ませんね。この中国艦隊の中で注目すべき艦が055型連配級ミサイル駆逐艦南明です。南明が2021年3月、
対馬海峡から日本海に入ったのは海上自衛隊が確認していました。この時、初めてその存在が認知されたと言われています。日本は駆逐艦と呼んでいますが、アメリカでは巡洋艦と呼んでいるようですね。日本とアメリカで呼称が違いますが、満載排水量を他の艦と比べた場合、巡洋艦と呼んでもいいのではと思います。この連排型巡洋艦は、ステルス性の高い艦で、2種類のアクティブフェーズドアレイアンテナ、低飛探知レーダーなどを採用しています。そのおかげで高度な情報分析ができる艦として、西側諸国では中国海軍のイージス艦として認知しているようです。中国海軍は今後、空母と連配型巡洋艦等を組み合わせて艦隊を編成し、アメリカ海軍でいうところの空母打撃群として運用していくのだろうと予想されています。ではアメリカの動きです。4月4日、空母セオドア・ルーズベルトを擁した第9空母打撃群が、マラッカ海峡から南シナ海に進出し、マレーシア空軍との合同訓練を行いました。中国に負けじとばかり、アメリカもそれなりの活動を展開しているというわけです。セオドア・ルーズベルトが今年南シナ海に入ったのは2回目です。アメリカ海軍は定期的作戦行動と言っていますが、遼寧を要する中国艦隊の動きに合わせて行動したと考える人が多いようです。4月7日には、中国軍機15機が台湾の防空識別圏 ADIZ に侵入しました。が、同時に、アメリカ海軍が第7艦隊のアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦ジョン・S・マケインに台湾海峡を通過させていますから、台湾周辺から南シナ海にかけては、アメリカと中国が対峙している、まさに一触即発の状況が継続中と言ってもおかしくないでしょう。ここ数年、中国は異常なまでに、軍事的な海洋進出を図っています。この動きについては、日本、アメリカ、周辺のアジア諸国だけではなく、遠いヨーロッパ諸国も関心を示しているようです。事実、フランスは、フリゲートや原子力潜水艦を南シナ海で航行させました。その他にも、ドイツ海軍がフリゲート艦を派遣していますし、イギリス海軍は最新鋭空母クイーン・エリザベスを含む空母打撃群を派遣して日本に寄港させると発表しています。つまり、多くの国が協力しながら中国を牽制する動きが少しずつ出てきているのです。上記のフランス、ドイツ、イギリスの3国ですが、2020年9月、国連に、中国が南シナ海に管轄権があると主張している九段線は、国連海洋法条約、ウンクロスに違反しているという公上書を提出しています。だからこそ、中国の主張に、反対の立場を鮮明に表示するために軍艦を派遣しているのでしょう。九段線は70年以上も前に中国と当時の台湾、中華民国との間で南シナ海上に勝手に引いた線です。当時の自分の国の権益を守るための線ですから、現在では無意味ですね。
このように、いわば、自分への包囲網が作られつつある状況なのですが、降参する中国ではありません。それでこそ、中国とも思ってしまいますが。しかし、はっきりしていることがあります。それは、台湾にせよ、日本の、尖閣諸島にせよ、海戦、主導権を握っているのは中国側だということです。特に、台湾については、アメリカのインド太平洋軍司令官に信任した。ジョン・アキリーノ海軍大将の発言が注目を集めています。彼は、多くの人が中国が台湾に侵攻する脅威を感じているが、事態は予想以上に深刻で切迫していると言ったのです。つまり、中国による台湾侵攻は喫緊の課題であるがゆえに、アメリカが東アジア地域の防衛力強化のために提案している約2兆9000億円にも上る。計画を急いで実施しなければならないと強く主張したのです。中国の台湾侵攻を見逃してしまうと、台湾近海を経由している物流が滞ってアメリカの貿易に影響が出る恐れがあります。同時に、日本、韓国などアジアのアメリカ同盟諸国から寄せられている信頼が大きく、損なわれてしまうことを強く心配しているとも述べたのです。インド太平洋軍の新司令官が前述のように述べたことに関して、日本政府はその重みを真剣に考えるべきでしょう。台湾をめぐってアメリカと中国が軍事衝突した場合、日本にとっては決して対岸の火事ではないのです。沖縄に代表される在日米軍の基地防衛、多くの資源を輸入に頼っている。日本には重要な影響があるシーレーン防衛など、自衛隊の担う部分が拡大する可能性があるのです。万が一シーレーン防衛のために、警戒中のアメリカ海軍艦船が攻撃を受けたなら、支援するために自衛隊は武力を行使してもいいのかなど、あらゆるパターンを想定しながら、集団的自衛権による武力行使が可能なのかどうか、検討することが急務と考えられます。